銀遊詩人は、詩曲を作り、各地を訪れて歌った人々を指す。英語では一般に、ジョングルールやミンストレルを、この意味で使用することが多い。バードの訳語でもある。銀遊詩人、ホメーロス、オデュッセイアの一場面、アオイドスの歌を聴き涙するオデュッセウス。フランチェスコ・アイエツが銀遊詩人。ジョン・マーティン作欧州社会では主に中世の10世紀頃から15世紀頃に、 かけて現れた人々を指すことが多いが、ホメロスなど古代にイギリシア時代の詩人の多くも、銀遊詩人であった。また、ゲルマン女子詩、ベオウルフの成立に関与したと思われる、スコップと呼ばれたゲルマン系の銀遊詩人たちの存在も知られている。ケルト人社会では、最初階級であるドルイドの中の専門職として、彼らの神話や歴史、法律などを、地下の形で記憶し、 伝承する役目に特化したバルドと呼ばれる銀遊詩人がいた。中世を欧州文化における銀遊詩人としてのジョン・グルールは低層階級の放浪の音楽詩として8世紀頃からフランスの記録に現れる。彼らは特に中世の歴史的な事件、あるいはその他の場所での史実についての物語を広め伝えるために歌を歌った。またその中から特定の宮廷に仕える音楽詩たちも現れ、 彼らをローマ時代からの伝統的な言い回しに由来してミンストレルと呼ぶがジョングルールとミンストレルは当時においてもしばしば混同されている。また、北、フランスからドイツ各地にかけてゴリアールと呼ばれた放浪の学僧たちがいたことも知られている。さらに、イタリア北部でラウダを作り歌いながら伝道していた宅発修道会の修道士たちもまた吟遊詩人と言えるであろう。 11世紀頃になると南フランスの宮廷からトルバドゥールと呼ばれた銀遊詩人たちが現れたが彼らの出現はイスラム文化圏からの影響とする説がある。トルバドゥールは主に形式化された宮廷愛あるいは十字軍を主題とする歌を歌いながら各地の宮廷を遍歴した。彼らは主に上司や騎士といった貴族出身の者のが多かった。ジョン・グルールや ミンストレルなどには一般民衆の羊のものも含まれており、トルバドゥールとジョングルールとは地位的に明確に区別されていたようである。イタリア北部やスペイン北部でも彼らの活動が記録されている。この文化は後にアリエノールダ・キテーヌによって北、フランス及びイングランドへ伝播したが、こちらでは彼らはトルベールと呼ばれ、詩の内容も変化していった。 ドイツ・オーストリア圏では12世紀頃にフランスの文化に触発されたと思われる、主に騎士たちの中から理念風の愛、ミンネを歌うミンネ・ゼンガーが現れた。13世紀以降、騎士の没落とともにトルバドゥール、トルベール、ミンネ・ゼンガーなどの騎士文化を背景とする、銀遊詩人は終わりを告げ、ジョングルールたちも、また、裕福になった市民階級が主催する、 街の催しで活動するようになり、銀遊詩人という座から次第に姿を消していった。15世紀までにはすでに宮廷音楽は多生化を迎え、宮廷学士や専門の作曲家たちが専門の詩人たちの詩をもとに音楽を作る時代になり、ジョングルールたちの歌う素朴な詩歌は完全に過去のものとなっていった。一方イタリアでは、特にフィレンツェ、ベネツィア、ナポリを中心として、 16世紀頃までフロットラを歌うカンティンパンカと呼ばれた民衆の銀遊詩人たちがいたことが知られている。また15世紀からはヨーロッパにジプシーが現れ、違法人として差別されながらも、かつてジョン・グルールが務めていた物語の伝承や辻音楽史といった姿を今に残している。ヨーロッパ社会のみならず、世界各地に銀遊詩人と呼べる人々や文化は存在する。 イスラム文化圏では非常に古くから存在していることが知られるほか、西アフリカのグリオ、ベンガルノバウル、日本史における美和帽子もその類とみなしうる。古代日本において銀遊詩人に相当する存在は、純幽霊人と呼ばれる。ありがとうございます。